どの伝説をお聞きになりますかな。キルがどんなもんかよ、わからんけど。全部ヘッドショットで射抜いてくれたら。パソンは、最初のやられてた。どうにしそう。一旦、ちょっと、上げも兼ねて、あれてた。これはわしも好きな話。断たれた魂。見よるやつあるきょ。クロードは神のもとへと続く道を見つけた。神の力を借りるため道をたどる。あ、ごめんね、こっち見たよ。あ、いた。あ、ちょちょちょ、なぜか俺が見られた。クリクリクリ。天狗いそうな気すんだよ。はい、上から見ようと。もうそんなに要求されるはい、止め宇宙のどこにあんなもんし
ミッション出てねえけど。マジか。何していいか分からん。上に登り、上、この。ギリギリ。え、こっから？あ、届くかな。そこ。おお。いやー、怖え。ギリギリやん。ああ。でも月か。降りるんじゃね。あ、月か。大ジャンプ。月月。あやり直し。あり。よいしょ。最初に分からんと。ここにはこれんやろ。いけんな。ギリギリ足り届かん感じやった。会社いいことあんのか。チャレンジの他にもなんか目標地点があるなっていうか、それは調べてやる。あのはガチミッション、怖え。もうほんとギリギリや。やる。これ左側の方でな。他にないよな。違うねえもん。おお。いやー。違う違う違う。え？俺は。うん、初いける。行ったお参りしてみて、一人でいいか。うん。あー、よかった。おお。不審だ。これだけ。果たして荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の後を追う。もうこの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。血の匂いが辺りに満ちに来ている。これっちゅうかあれやな。でもこれは行ける。やっと、はい、あっ。あ、散歩しようじゃん。大概散歩してんじゃん。うん、
がれとるやつ以外にもう一人おる。つながれとるやつ。あ、奥に。あの、あいがおる。あいつがおる。でもうまかったし、ケトカさん、はっ、これが探すの大変そうやな。変だこれかな、火のところ。家があんの、いける、わからん。これは大変。これ厳しいの？わかる。確かにな。プロも一回調べるか。うん。手がかりがなさってるもん。この巻物、何を描いたものだった？そんなど真ん中ど真ん中やった。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し、だが行き先を調べねば。災難が降りかかる。命を落としかねない災難が。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。
度の頭上に火の矢の雨を降らせよう。燃え盛る火の少量がうごめいている。これ放題見当たる。俺の上まっすぐの上か。マークのとこやな。こい。お下くぐれるんやな。普通に歩けるやつ光るんだよな。建物に隠れてるやつだけ光るんだよ。歩けるやつだ。何おるけど。はどう、あ、この中隠れ建物なの。
口から入るみたいな。そうか、くれる。ここに二人を。この建物。見つかった。倒すやつ、ここに何匹流れてる。ある程度倒したら待ってんね。これやっけ。クロードにはかなわず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだが、それは別の機会に語ることとしよう。呼ぶかのようにつづらが開いた。クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。
どの伝承に惹かれますかな。痛ましい話ですぞ。出せ。こちらです。来ました。この寺を奴らからお守りください。僧侶の後に続く。盗まれた仏具は多数あれど、本尊はどこにも見つからない。民のためにもご本尊を探してください。クロードは寺の外へと歩みを進める。クマは猛虎兵に捕まり腹をすかせたままだ。クロードを食おうというのか、うなり声を上げている。でかいクマが。クマ的かこれ。あいた。なんか気づき回るよね。クマ。おやべやべやべ。あ死んだ。クマおるじゃん。びっくりした。なんか聞いたことないよ。ここで撃たれてなるものか。
した、敵かと思った、人が立っとると思って。本尊、本尊の他にも猛虎がたどる道を記した地図を荷車から見つけた。心当たりがあります。お連れしましょう。クロードは地図に記された一つ目の地に到着し、攻めの手を練る。あるね、ブロックあるから。ああ、あれか。もう一回置いたらまた復活するらしくて、ペンでまとめて敵を打てばいい。そう、復活したって書いてる。とか知らんけど。ヒップホップキャリキャストが相当待たんといかんかも。ここら辺でいいんだ。で、離れ。何を押しても見えない。うん。ああ、あったあった。来ました。ちょ、早いよ。ギリギリまで待て。あ、当たる、復活したわ。鬼の宝があった。ギリギリか。ギリギリポップする。この隊の残党が近づいてきている。黒々としたカラスの羽が風に運ばれてきた。これは天狗が近くにいるという証だ。混乱して同種地シール切った。ああ、本当だ。混乱だった。ややこしいややこしい。待て。え
まばらに広がるけん、ね、うん、どんどん UU が発していくのか、ここに広げとく。じゃあもう鬼か。あ、わからんとこに春爆弾を。ポツやん。俺らも死ぬんかな。どうやろう。それかそっちに引っ張ってもいいけど。来た瞬間どっちかが転がりながら。当てれたもん勝ちに。クロードの手に渡った。あと巻物なんやけど多分お寺の中やな。なんとなく、ね、タル攻略覚えたから楽になったな。確かに多分うまく置けば多分全部一網打尽や。この巻物、何を書いたものだったか。クロードは地図に記された最後の地、ウムギの沼地にたどり着いた。私では力不足でしょう。どうかご分を。ルザワンのか。大変です。火の少量が遠くからクロードのことを見すましている。まるで獲物を狙う狩人のごとく。仏像に囚われていた我を世が解き放ったのだ。Oh!
込んできよんの。はい、結構片付いたんだよ。うん、使う？でもなかったな。あれだ。お水車の裏側らへんよ。鬼との戦いが始まる。猛虎兵が盗んできた仏像と仏具、そして伊予の税を守ろうと必死だ。見られた。あ、上に建物に二人おる。行くんかな。ああ、体力すげえ。すげえ体力だったな。なんか最後の敵が倒れ、伊予の企みはついえた。仏像と仏具は寺に返され、二度と盗まれぬよう見張りがついたのだが、さらにある者は言う、鬼は決して滅びたわけではなく、再び人の世に現れる機会を息を潜めて狙っている。ゴリ押しでいける感じやな。レベル上がりそうならもう一回行ってもいいけど、クロードが残した数々の手柄、のその一つをお話ししましょう。上位に行くみたい。どう？どう？どこまで行くか。コスフォビア気に入ってきてるし。装備が一個増えるスキルあるけど増えねえんだよ。一つ追加できるって書いてあるけど増えない。なんかムービーが流れるような選択する、うん、これ見てもわかんない。選んで武器で寝具っていうのがあるんやね。鉄品の上があるっぽいよ。オレンジのアイコンの武器が1つしかつけれんのが2つつけれるようになると。どういうこと？まだいいや。
あ、多分 G 級装備が1つしかつけれるのが2つつけれるようになるってこと、うん、オレンジ出さんで、オレンジ出さんで次のベリハーか、運がいいと出るんじゃないもう。要するに超レアなんじゃない、絶品の1個上やと。それが多分1個しか装備できないんやけど、2つ出たら2つ、あら、太刀というか、太刀が2つじゃなく、どの話にいたしましょう。始めましょう。蘇る死人、透明感、スクバタール様に裏切られた。俺たちが弱いと言ってた。皆殺しにして魂を支配するつもりだ。後ろ、うわ、いや、あ、ちょっと一回振り向きたいことだ、違うやん。びっくり、あー、まだおる、やべ、超減った。猛虎兵の手にはスクバタールの税の秘密が書かれた巻物が握られていた。クロードは先を急いだ。道なりに進むと、小さくのどかな集落にたどり着いた。ここにもおる。荒々しい熊が主の猛虎兵を守るため見張りをしている。早っ、誰がいるのか、まあ、来た。
化け雲やめよう。ゴースト雲やん。意味がやる。結構おるな。感度高いこいつ。一人で置く。家の中かな。やけどな、変な。右声しよるか。血の跡が真っ白な雪を濁ったような黒に変えて集落の外へと続く。
を探すか。この巻物、何を書いたものだったか。なんか、いや、思いっきりあの、このこっちの、そうそう、なんか、賢いな。おるな。おるね。あ、できるか。めっちゃ追いかけよ。戦うやつ見るやつか。あ、あったあった。戦ってみみみみほっとくやつか。戦って合戦するやつ。どうにかするのかな。猛虎兵のムクロからスクバタール隊の証を見つけた。クロードは真相に近づいている。の道を進める。切られたら終わりや。
るな。弓取り打ち爪の光の弓が属性を分けたクロードの名を呼んだ。そのやつか。クロードは弓を携え敵の勢に果敢に挑む。鳥属性な。属性探し。奥に青く青が光る。多分削れん削れんでしょ。あれがなくなる。誰かが船着き場で経を読んでいるのだろうか。霧の中に深く響いている。はいよ。見られる、なんかおりますな。大丈夫です。船着き場を覆っていた霧はゆっくりと川下に消えていった。え、なくない？ないね。おい、武道家靴外さ！丘の上に立つ家から人の悲鳴がこだましている。
じゃあゲージが早い。目が見え。怨霊を打ち払うと霧はゆっくりと晴れていった。順番間違えた。まるでこの世を呪うような声にならぬ苦しみが霧に覆い隠された家から漏れている。屋敷を包んでいた霧が少しずつ消えていく。全部倒すか。もうあの目の前の本のやつだもん。緑。まあ、いっか青かな。もうその順番に行くか。2人がかりでダメか。あ、なんか光の意味が。
これで崩せファーストしろってこと。どこかしこにあってバタールの声が村中に響き渡った。おい、クロードよ。あのでっかいやつか。世界中みたい。まだ物線あるんやった。ここでボスとやって終わりじゃね。天狗様じゃあれ方見よう。力強い足音が迫る。クロードは戦いに備えて太刀を抜いた。うわ。強い。スクバタールは逃げた。クロードは焼き尽くされた村を後にする。スクバタールを打ち倒し、他の民に同じ苦しみを味わわせぬことを誓って。これも言ったし、パイルト。メジャーある？いや、もう今使った。ああ、好き、ああ、あるある。はい、まあ、これも調子使うか。タチのサビとなれ、打ち連れのマナコ。はい、マナコ。うわ、あはは。どっからでとどめさせんのやけど。資料兵の助けを借りてスクバタールは逃げた。クロードは焼き尽くされた村を後にする。スクバタールを打ち倒し、他の民に同じ苦しみを味わわせぬことを誓って。それはないか。もう一回だけ挑戦するか。あつたるある。
ヤゴル。こいつやべえな。こいつやべえな。邪魔してても暴れるもん。鬼の宝を手に入れた。ああ、辛かった。お話ししたい伝承はたく